キチャンネル。ちょこんにちは。さあ今日はですね、はい、ボビー野球と新庄ビッグボス野球の違いについて、はい、違いもしくは似ているところについて。あ、共通点もあるんですか。共通点もあるけども、はい、内容が違うっていう。あ、だからまあ全体的に大きく分けたら、はい、新しいことを取り入れて日本球界ではやってるっていうところに共通点あるんですよね。そうですね、うん、新庄さんもそうだし、はい、いろんな新しい改革をしながらやってるっていうのもあるし、うん、ボビーもいろんな改革をして、うん、他の人に批判を受けながらやってきたっていうのもあるんだよね、はい、ってなった時にでも一番最初の違いがもう大きな論点の違いになるんだけど、はい、日本一を目指してるボビーと、はい、優勝を目指してない新庄さんになる人あ、まあ到達点が違うというか、ゴールが違うから、うん、もうそこに論点のいろんな誤差が入ってくるんだけども、はい、だからじゃあボビーで言えば、はい、新庄さんで言えば、はい、キャンプとかね、うん、で新しくやったので言えば複数ポジションだったりとか、はい、オープン戦とか練習試合中でも、うん、2アウトになっても全部のアウトをホームへ返球するとかね、はい、車の上に登ってこうやってなんかそう高さにやるとかね、選手が監督やるとかガラガラポンで打順決めるとかっていうのがまあまあオープン戦キャンプと多くの人たちのメディアに目につく、まあ分かりやすい新しいやり方ですね。ボビーで言えば、まあ墓場さん多分知らないと思うけど、そんなんおかしいやろって思うこと今から言いますね。ボビーで言えばアップに社交ダンスを取り入れるとか、社交ダンスのステップね、はい、でも俺はちょうどその時2006年のキャンプでやってたらしくて、はい、俺はちょうどその時2006年 WBC あるから、はい、本体とは別に鹿児島でメンバーだけでやってたから、はい、うん、俺はそれやってないんだけど、はい、すごい、うわー、やって今やってくださいって言いたかったなんかでも、帰ってきてから やるんだけど、はい、みんなはもう半月以上それやってるからできるけど、はい、俺ら今言われても分かんねえよみたいな、もうなんかタンタタンタタンみたいな、はい、のステップをアップに取り入れて、はいはい、なんかリズム感を養うみたいな、おかしいやろ、なんで社交ダンスなんだろうみたいなボビーが社交ダンスしてるから。そうなんですか。球場で戻ってたから試合前、ダンサーと、あとは、はい、イヤホン持ってきて、はい、全員に配って、はい、で線あるやつね、線 今だとコードでしたけど、はい、うん、コードがあるやつで、はい、でもコードは何も繋がってないんだよ、はい、でそれをして、はい、アップ、なんで、うん、歓声が聞こえてくるでしょと、はい、優勝した時の歓声が、はい、イヤホンから、え、聞こえてこないでしょ。いや、え、聞こえてこないようなやつは日本一になれないんですよイメージして想像しなさいと、はい、だから、はい、イヤホンから、はい、優勝した時のファンの歓声が、はい、チームメイトの歓喜が、はい、映像が、はい、脳内に蘇ってきて聞こえてきますって、はい、それを感じながら練習をスタートしましょうっつって、はい、それイヤホンしてリアル聞こえてないんだったらイヤホンしなくてもそれをその、いや、それからそこから聞こえてくるの、そのイヤホンから。あ、そうか、何もしなかったら想像しにくいけど、うん、聞こえてくるでしょっつって、はい、うん、でまあ俺は聞かれなかったんだけど、はい、アップ終わって、はい、選手は呼ばれて、はい、何が聞こえましたかって言われるから、歓声が聞こえましたって言うんですか。じゃあ袴さんやっとするじゃないですか、はい、じゃあ来て浜さん、今日は何が聞こえてきましたか。今日はすごい大きな袴田コールが聞こえたので打てそうな気がします。オッケーグーって言われる、マジでマジで、でもなんかちょっと気持ちいいですね。素直だね、はい、俺とかもうこんなん聞こえるわけないやんってやってるけど、はい、俺は多分そうやって言うと思われてるから聞きに来ないんだよね、あ、俺にはね、はい、でもその聞かれてるやつの横通って着替えに行ったりするじゃん、はい、アップ終わったらね、うん、そしたら、いや大観衆の歓声がとか言ってんのよ、はい、バカかこいつと思ってえ、でもやっぱ私なんかグーって言われたら嬉しいので、うん、言いますけど、うん、じゃあ反対にもう全然聞こえませんって言ったらどうなるんですか。うん、マジ切れされるよえ、切れるんですかボビー。マジ怒りされるよ。はっみたいな、もっとしっかり考えてください今っつって
言われるから、もっとしっかり考えてよく聞いてみてくださいって言って、はい、聞こえませんかって言われるから、え、聞こえないんですけど。そんなわけないって言って、もっと気持ちが足りないって、はい、もっと考えないと、はい、それじゃ一軍でプレーできないって言って、ボビーはやっぱ真剣ですね。本当に聞こえないイヤホンに関しても、もう本当に熱を持ってやってるってことですね。どうなんだろうね、分かんないけど、でもあの聞こえないって言うと、マジ切れされる。はい。じゃあだから、まあ、こんな変だな、聞こえないなと思ってても、信じなきゃ、ね、そう、信じる者は救われるです。本当そうですね。うん、あと、うん、もう1時とか2時に練習終わってんだよ。え、いつですか、いつの練習？キャンプ。はい。うん、始まったら、はい、9時とか10時から始まっても、はい、もう1時とか2時の終わってる、うんうん、で、はい、キャンプにも来ないような解説者が、はい、こんなんじゃ勝てませんよみたいな、はい、どうせ夏以降待ってますよって、はい、練習時間あまりにも短すぎるって、はい、いやいや、まずキャンプ見に来てから言ってよって俺は思ってたんだけど、はい、それなんで早く終わる、それだけ見たら早いじゃん、はい、1時とか2時とかに終わるんだもん、うん、早すぎやろって、はい、キャンプ練習しろよと思うじゃん、うんうん、でもボビーのやってること、あのシートノック島内連携、はい、あの3カ所に分かれてやんねん、はい、だから一つのところ人1人しかいないんだよ、うん、サード1人みたいな、はい、が毎回ダッシュしてバンド処理して戻って、はい、まだダッシュみたいな、はい、あ、だから待ち時間がないって言ってましたね、ゼロボビーの練習は。それがメイン室内サブグラウンドで行われて、はいはい、でボビーは自分のあの好きなとこ見に行くから、はい、いなかったら時間通りに終わるんだけど、はい、あのいたらうんって言うまで終わらないから、うん、終わらないの、はい、とかバッティング練習も2つに分かれてるから、はい、半分ぐらいの時間で終わっちゃうんだよ、はい、練習時間が、うん、はい、日本の練習っていうのはこのチャンネルで何回も言ってるけど、同じところでみんな練習するから、うん、長いだけで順番待ちしてるだけだから、はい、ボビーの練習は順番待ちがないのよ、うん、でほぼほぼ終わるから、はい、決められた練習同じことやってんだけど、はい、早く終わっちゃって、はい、1時2時に終わる、ね、うん、でも批判されるわけよ、はい、練習してないって言って、うんうん、してんのに、はい、でその後個人練習で夕方までやるんだけど、うん、はい、まあ、そういったところももうなんか日本は同じ釜の飯食ってみんなで右へ習いみたいな、はい、だから批判されがちじゃんね、うん、でも、うん、そんなイヤホンも、はい、社交ダンスステップも、うん、ね、練習時間早く終わんのも、はい、じゃあ何をすれば認められると思うんですよ。優勝する。そうなの、はい、結局ボビーはね、うん、2年目の2005年リーグ優勝、はい、日本一になって、うん、みんな批判できなくなってくんのよ、はい、ね、そうですね、うんうん、藤本さん監督になってソフトバンクね、はい、大丈夫なんかって言われながらも、はい、開幕して始まったら、うん、みんな文句言わないし、うん、佐々岡さんね、はい、去年あんだけ文句言われてたのに、はい、始まって好調で、うん、首位スタートだったら、はい、誰も文句言わないわけよね、はい、だから結局、うん、プロセスなんて結果からの逆算で称賛されるから、はい、何やっても別に結果さえ出したら誰も文句言われなくなるんだよ、うん、ね、新庄さん、はい、何やっても俺は別にプロセスなんて関係ないから何やってもいいと思ってるんだよ、はい、でも勝てないと批判されるのよ、うん、結果みんな勝つための評論を解説するからね、はい、そうですね、うん、ってなってくると、うん、まあ、いや今年じゃなくても来年とかに、はい、しっかり A クラス入っていかないと、うん、多分やってることは称賛されなくなるんですよね、はい、そうですね、うん、で一番俺はここは俺プロセスとかはどんな練習してもいいから、はい、別にそれは監督が思ったことをやるのが仕事なんだから、うん、何でもいいじゃんね、はい、プロセスなんでね、うん、でも俺は一番それは変えた方がいいと思ってるのが、はい、大きく分けたら一緒なんだけど、ボビーも新庄さんも猛打賞打っても次の日休みになったりとか、はい、ホームラン打っても休みになったりとか、うん、1週間通して試合に出ない選手が誰もいないとかね、はい、でこれは何回も言ってるけど、そうすることによってチーム全員が、うん、今日俺試合出るかもって言ってモチベーション高く球場に来るから、はい、チームの士気は上がるし総力が上がりやすいって言ったんだけど、はい、でも1点違うところがあって、はい、ボビーの場合は、うん、もう球場に行ったら今日試合出てるかどうか分かんない、はい、新庄さんは今どうか分かんないけど、うん、もう序盤聞くところによると、はい、試合前にならないと出るかどうか分かんないらしい、はい、でその意図としては、うん、試合に出るつもりで全員に練習してほしいかららしいんですよ、はい、だから試合始まる前までに誰がスタメンか決めないって言ってる、うん、俺はこれは変えた方がいいと思う。ああそうなんですか。やっぱり、はい、その練習前に分かってた方が、うん、試合に出るための準備と、はい、試合に出ないための準備って違うの。出ないための準備な、何が違うんですか。要は試合に出るってことは試合に出るための準備するじゃん、はい、試合今日スタメンで出ないってことは日頃やらないことできんの、うん、あ
日頃試合の準備のためにルーティンとしてこれとこれやろうと、はい、あでも今日出ないんだったら、はい、ちょっとトレーニング系を大きくしようかなとか、あなるほど、今日スタメンで出ないんだったら、うん、ちょっと体一回わざと張らそうかなとか、はい、っていう、うんうん、試合出ないんだったらいつもしてるこの試合のための練習あるけど、はい、これじゃなくて自分の能力を上げるためにじゃあ遠投しようかなとか、うん、時間内でこういう練習取り入れとこうかなと、うんうん、普段バンドとか走塁時間あんまりないけど、はい、今日は試合出ないから、うん、もう練習時間ギリギリまで使って、うん、もう練習しようかなと、うん、で試合やったら自分の練習したらもう試合に向けて練習時間まだだけど、うん、もう裏に帰って試合の準備するっていう、はい、っていう風に試合に出るための練習と試合に出ないための練習があるんだよ、うん、これを試合前にしか分からなかったら、はい、常に試合に出るための練習しなきゃいけないんだ。あそうですね、なんかそれもこう全員がものすごい全員いつでも試合出られるぞってモチベーションでいけるのかなと思ったんですけど、でもそれはもう球場に来るためで球場に来る姿勢でいいのよ。そっか、そしたら前日から夜更かしもしないし、はい、無駄なこともしなくなるじゃんね、うん、で前の日から明日出る休みって言うと遊んじゃうじゃんね、はいはい、だから来るまでは全員出るつもりで行って、うん、はい、来たら知ってでそこから試合に出る人の出るための準備、うん、試合に出ない人が1年間トータル疲れないためにじゃあ今日は普段やらない練習をしよう、はい、トレーニング多めにしようっていう練習、うんうん、はい、っていうのに分けた方が、うん、そうですね、なんか有効的というか効率がいい、そう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 、そしたら常に同じ練習をするわけじゃなくて、うん、自分の今の立場に応じてもしくは自分の調子に合わせて、はい、出ない時に出ないからこそできる練習ってあるから、うん、そうですね、そういったことをやっぱり伝えていくことによって、うん、1年間通してコンディション作りっていうのができるから、うん、はい、まあね、それは人のそれぞれの考え方あるから、うん、俺はどっちかっていうとそういう風にした方が、はい、いろんなこと状況に応じて準備しやすいからいいんじゃないのかなって思う、うん、はい、正直ね、確かにそれはありますね、うん、でもそのプラスのじゃあ出ない時の準備っていうのをちゃんとその自分で分かってできるかどうかっていうのはでもその選手次第にはなりますね。あとそれを教えるのがコーチだ。あ、そうか、そういう時のためにコーチがいるわけですね、うん、あ今日試合スタメンじゃないから、はい、いつもやってないからちょっと遠投多めにしようかとか、あじゃあ今日試合トレーニングメニューでも、はい、ゲーム出場組とノーゲームっていう試合出ない組があるから、はい、あ今日じゃあ試合出ないんだったらスタメンじゃないんだったらいつもやってないけどちょっと体幹を目にしようかとか、はい、ちょっとショートダッシュよりロングダッシュもう入れとこうかとかって言って、うんうん、その体をちょっと痛めつけれるじゃんね、はい、トレーニングとかっていうのも、うん、でそれどうせスタメンで出ないからね、はい、でも途中からする準備はするから、うん、そういった面でもやっぱスタメンとスタメンじゃない、じゃあスタメンじゃないからさ、じゃあちょっとギリギリの時間まで自分たちの練習時間ギリギリまでちょっとグラウンド使って練習しようかっていうのもあるし、はい、スタメンで出るから、うん、もう早めに上がってちょっと試合の準備しますね、はい、OKOK、OK、ってなるじゃん、うん、あーそうか、そういうのはコーチが見てくれるわけですね。そうそう、見てくれるとかコーチが言わなきゃいけない。そうですね、そんなだってまだベテランになってきたら分かるよ、うん、でもそんなまだ若手とか中堅とかね、まだ2軍から上がってきたやつなんて分かんないんだから、何したらいいのってなりそうですよね。でもそれを指図するのがコーチの仕事なんだから、確かにそれやんないとお前いる意味全くないですよみたいな。そうですね、うん、だからやっぱそういうのもできるから、うんうんうん、俺はもう球場行ったら分かるようにした方が、はい、いいんちゃうかっていう。あ、そうですね、うん、すごい納得しました。納得したでしょ、うん、だからそういったところはまあね、はい、いろんな人の考え方あるけど、うん、俺はそっちの方が選手として長い目で見て成長過程いろんなことの準備はしやすいんちゃうかっていうところの、はい、やってることは一緒だけどちょっと内容がちょっと違うなっていうところは、うんうん、まあ、こっちの方がやりやすいんじゃないのかなっていうのが里崎の意見。はい、まあ、いろんな人の意見あるけどね。そうですね、でも結局はね、はい、新しいことやると叩かれんのよ、うん、はい、その特に日本は、はい、嫌いだからね、うん、お手でつないでランランランみたいな、はい、赤信号をみんなで渡ると怖くないって言うじゃんね、うん、でも俺は思ってんの、はい、赤信号をみんなで渡ると死んじゃうよって言ってね。そうですね、みんな死んじゃうから、ね、はい、ね、やっぱ生き残っていかなきゃいけないじゃん。そうですね、そういった意味ではやっぱりね、はい、一人になっても結果出していくように持っていかなきゃいけないから、うん、はい、そういった意味ではやっぱり結果出すことによって、うん、ビッグボスも自分のプロセスを称賛されるようになるから、うん、まあ、今年じゃなくても、まあ、来年といったところに ね、結果出せるようにやっぱ持っていかないとさすがって言われないし、うん、これ持っていかなかったらもう結局ってなるだろ。そうです、まあ、ずっと結果出なかったら、うん、あれ何のためにやってるのとか、ただ楽しくやってるだけじゃ、うん、なっちゃいますからね。だからそこはね、うん、まあ、結果に結びつけれるようにね、はい、まあ、頑張ってもらいたいっていうところと、うん、まあ、どうなっていくのかね、はい、まあ、新しいことやって楽しみではね、うん、ありますよね、はい、見てる方はすごい ね、こんなことやってるんだって楽しくなりますよね。そうですね、はい、まあ、ということで、はい、ね、今後どうなるのか、ね、うん、楽しんで見ていきたいと思います、はい。